散歩世界中どこでも磯散歩お腹を空かしてあなたの街へ出会いを求め磯散歩。今回大将の本音を探ってみた。ご決断の声をお聞きください。変な人間に育てられたうなぎはね、暴れる暴れる、そういううなぎは美味しくない。商売に出してうなぎを育てとるうなぎはね、美味しくない。やっぱ人間の気持ちが入るから木が入るんですよね。なんでも我々がうなぎをさばいて焼くのにも木が入るから、うん、ですね。変な人が育てるうなぎは美味しくない。近い美味しくない。今でも結構大事なことにハマったね。大将おっしゃってますよね。そうですよ。もう全国に柳川のうなぎの江口商店、江口料理の人たち言ってください。おでそれにね、誰か湯気がある人、江口商店に行きなさい。説明しよう。文句が江口商店に来た場合24時間キープとなるのだ。いや、何でもね、人がしないようなことをしたらいい。人が始めたと悪してたね。人がしないことを悪いことはいかない。悪いことはいかないけど、僕はそういうの大好きですね。うん、さっきからキヨさんが大将押せってずっと言うんですよ。ここまで来ます。もうね、ずっとさっきからずっとこのジェスチャーするんですよ。江口商店ヘリコプター操縦されるね。すごい。ヘリコプターで上からね、一緒にね。それすごいっすね。ね。やらなければ。それすごいっすね。ヘリコプター、いや、大将の顔はヘリコプターじゃないから。これは、はい、後でのお楽しみで、中、はい、後で確認してください。これしかも。確か、美味しいものが入ってますよ。冷たい系ですよね、この入れ物。うん、そうですよ。あ、見えてしまった。うん、あれや、うん、さっきのブリが入ってる。うん、ほらやっぱりソープさんと用に取ったけど似とらん、なんか顔似とらん。いや、もう目だけじゃないですか。あで、今度ね、世界中の全部のね、21種類をね、勉強中です。日本にまだ入ってきてないと思う。ちょっとおさらいしていいですか。うん、全世界で言ったら21種類。そう。の中で日本に流通してるのが10種類。そう。アンギラジャパニカ、アンギラアンギラアンギラビカナビカ、アンギラビカナビカ、アンギラマンカ、アンギラドネシン、アンギラロストラカ、アンギラマンカ、アンギラオーストラシアンギラオーストラリアンギラ。わあ。あとまだ11種類あります。で、これをずっと言わんと出てこん。僕もこれがスラスラチ出るまではかなり時間かかったよ。へえ。これは日本全国の航空港の管制塔と交信するイメージトレーニングの CD。 なんか面白くそうもないな。飛行場に行ったらこれ持ってきます。この飛行機はこれ飛び落ちわかるんです。アホい。いや、思ってないですよ。いよいよおかしいわい。あどうもやばい、オッケー。ありがとうございました。ちょ、ストップ。もう一台やりましょうか。もう一台。何でもできるね。じゃあ、トランシーバー持っとっけ。オッケー。はーい、オッケー。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。柳川は夜です。夜明けジャヤというお店に来ました。ここにいる奴らみんな食えるって感じですね。全部食べてますね。有明産天然の、これアンギラジャポニーか、これ。これ絶対アンギラジャポニカでしょ、これ。いや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 、怖い怖い。ここを映して中にシャコがおるんやけど。シャコが一匹ここにいるんですよ。これそうですよね。そうですね、これシャコです。そうね、これが。で、一緒です。人間もあれですけど、女性って丸っこくなるので、はい、だからカニムシ、ここが丸いと、自然界全部一緒。で、オスだけ。逆にオスだか。あ、これオスです。ここ尖ってる。あ、本当だ。この違い。尖ってる。そうそう。だから尖ってるのと、
あ、そんなの、この違い、そうですね。うわ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 、丸っこいのと尖ってるっていうのがその違い。すごい面白い。ありがとうございます。これはトルカツヤ。これはすごいね、これ。カキも来ました。これカキは？何さん？わー、すごい。うわー。うわこれですよ、ほら。うわ、熱い。エグス商店の大将みたいになる。なんで？エグス商店の大将、今日やけどしてましたよね、一回。あ、これ？うわ、これなんすか？マテガイ。マテガイ。うん。これを、これもうごぼう開いたみたいですけど。これを食べるんですか？そうそう。なんか変なの。あ、おいしい。あ、ビールと合うわこれ。放電に似てる。放電？放電って。あったま。すごい海鮮のあふれんばかり。いやー、これもうシャリが見えませんがね。来ました、アナゴの天ぷら。ここ抜群にうまいもんね。噛みて気持ちしますね、はい、お腹からね、下の方がめっちゃうまい。よし、贅沢なとこいただきます。おはよう。うわ、めっちゃうまい。これムツゴロウとかワラスボとかイソギンチャクとか独特な味みたいな感じなんですけど、これはもう普通に安定のうまさって感じ。ベーシックに普通にうまい。これは面白いですね。見たことない。全部これオリジナルでしょ。これムツゴロウラーメン、こんなん見たことないで。エイリアンだ。これ知ってます？ワラスボ。マジで見た目がエイリアンの魚がいるんですよ。ワラスボすごいな。最終兵器って書いてワラスボなんやね。うなぎラーメン、これは普通に美味しそうだね。これも美味しそうだね。海苔茶漬け的な。エイリアンスープ、やばくないこれ。やばくない？お腹壊しそうやこれ。あの怪物に熱湯をかけるのだ。赤貝すごいね。これこんな感じで入ってるんやね。おー、ほら、かわいい。フフ、なんかタラコ口みたいな感じ。さあ、次回のグッドメンチャンネルはグッドメン2周年記念パーティー。先日恵比寿オリーブで開催された2周年記念パーティーを一部公開。2018年はここ恵比寿オリーブを拠点に新たなる発信を試みる。2018グッドメン YO CHECK IT。 Save me baby, save me to a state of mind that's made up baby, that's made up。We'll be right back.
世界一のフォトグラファーになって君の写真撮りたい。